僕と戦いなよ。デュエルでさ、融合召喚の神髄を見せてあげるよ。ああ、やってやる。父さん直伝のエンタメデュエルで。行くぞ、デュエル。俺のターン。俺はスケール1のエンタメイトレディアンジュと、スケール6のエンタメイトリザードローでペンデュラムスケールをセッティング。リザードローを破壊し1枚ドロー。そしてスケール8のジェントルードをセッティングし、オッドアイズカードを手札に加える。これでレベル2から7のモンスターを同時に召喚可能。揺れろ魂のペンデュラム、天空に描け光のアーク、ペンデュラム召喚。エクストラデッキから現れろリザードロー。手札からペンデュラムマジシャン、天空の魔術師、そして次元の狭間に潜みし二色のマナコを持つ竜、オッドアイズペンデュラムグラフドラゴン。いきなりだ。へえ、なかなかやるね。まだだ。ペンデュラムマジシャンの効果でエンタメイトを手札に加え、ジェントルードの効果で別のエンタメイトをセッティング。このカードの効果も発動して、いよいよこいつのお出ましだ。来い、ディスカバーヒッポ。そして効果2体をリリースし、スマイルマジシャンをアドバンス召喚。スマイルマジシャン、一体何をしようっていうの。スマイルマジシャンの効果でスマイルワールドを手札に加え、そのまま発動。さらにもう一つの効果でデッキからカードをドローする。カードを1枚セットしてエンドフェーズにデッキからペンデュラムモンスターを手札に加える。ターンエンド。すごいすごいよ君は。だって全部僕に食べられると分かっててやってるんだからね。僕のターン、ドロー。僕は魔法カードプレデタープラクティスを発動。そうはさせない。ペンデュラムグラフドラゴンの効果、このカードをペンデュラムスケールに置き、その効果を無効にする。強い。へえ、じっくりいたぶってやろうと思ったけど、一気に潰してあげるよ。僕は手札からプレデタープランツオフリススコーピオを召喚。手札のモンスターを墓地に送り、ダーリングコブラを特殊召喚。このカードと墓地のビブリスプの効果により、デッキからカードを2枚手札に加える。僕はスケール0のブフォリキラとスケール8のトリアンティスをペンデュラムスケールにセッティング、何？ペンデュラム召喚？確かに違う、融合召喚だ。ブフォリキラの効果、融合召喚。現れろプレデタープランツアンブロメリディス。そして3体のプレデタープランツそれぞれの効果、アンブロメリディスはデッキ、ブフォリキラはエクストラデッキからプレデタープランツを手札に加える。トリアンティスで捕食カウンターを置き、アンブロメリディスのさらなる効果、君のスマイルマジシャンをリリースし、サンデウキンジーを特殊召喚。さあみんな注目、こいつが僕の本当の切り札。ライフを2000払い、魔法カード超越融合を発動。融合召喚、現れろドラゴスタペリア。超越融合は素材となったモンスターを墓地から特殊召喚できる。そうそう、ドラゴスタペリアの効果も使っておかないとね。そしてサンデウキンジーの効果、君のモンスターと融合する。融合召喚、現れろトリフィオベルトゥム。さらに融合、魅惑の香りで虫を誘う二輪の麗しき花よ。今一つとなりて、その花弁がいざなう深淵より飢えたる牙を生み出せ。融合召喚、現れろ全てを食らう毒牙竜、レベル10スターブベノム、プレデターフュージョンドラゴン。1ターンに4回の融合。さあフィナーレだ、バトル。攻撃力4200の
トリフィオベルティムでダイレクトアタック。俺はエンタメイトピンチヘルパーを発動。直接攻撃を無効にし、デッキからバリアバルーンバクを特殊召喚する。ならプレデターフュージョンドラゴンでそいつを攻撃。さあ行け、オフリススコーピオでダイレクトアタック。ーカードを1枚セットしてターンエンド。あれあれ、どうしたの？ずいぶん歯応えがないけど、確かエンタメデュエルを見せてくれるんじゃなかったっけ。ペンデュラムグラフドラゴンの効果でデッキから儀式魔法を手札に加える、うん、俺は榊優勝の息子、優勝塾のエンタメデュエリストだ。どんなにピンチでも必ずみんなをデュエルで笑顔にしてみせる。レディーズ&ジェントルメン、ご覧の通り私の場には1枚のペンデュラムカードと永続トラップカードしかありません。対して相手の場には強力なモンスターが揃い踏み。この絶望的な状況から見事逆転できましたらご喝采、はい、私のターン、ドロー。まずはこのカードから。私は魔法カードペンデュラムストームを発動。させないよ。オフリススコーピオをリリースし、プレデターフュージョンドラゴンの効果、その発動を無効にする。おやおや、さすがに一筋縄ではいかないようですね。お次はこちら、シールイールをセッティング。その効果でトリフィオベルティムの効果を無効にします。さらにエクストラデッキからジェントルードの効果、このカードとシールイールを手札に戻す。改めてスケール8のオッドアイズユニコーンをセッティング。ペンデュラム召喚、エクストラデッキから天空の魔術師、手札からジェントルード、そして惜しくも美しく輝く二色のマナコ、オッドアイズペンデュラムドラゴン。さらに儀式魔法オッドアイズアドベントを発動。この瞬間を待っていた。手札を1枚捨て速攻魔法発動、超融合。君のモンスターを墓地へ送る。惜しくも美しく輝く二色のマナコよ、視点の賢者と一つとなりて新たな道を指し示せ。融合召喚、現れろ飢えた牙持つ毒竜、スターブベノムフュージョンドラゴン。スターブベノムの攻撃力は相手モンスターの攻撃力分アップする。おいおい、どうしちゃったの？僕を楽しませてくれるんだよね。お楽しみはこれからだ。え、私は魔法カードエクストラペンデュラムを発動。このターンエクストラデッキからもう一度だけペンデュラム召喚が可能になります。再び揺れろ魂のペンデュラム、天空に描け光のアーク、ペンデュラム召喚、よみがえれオッドアイズペンデュラムドラゴン。ラディッシュホースの効果、ジェントルードの攻撃力分スターブベノムの攻撃力をダウンする。そしてバトルだ。血迷った。攻撃力が下がってもスターブベノムの方が攻撃力は上だよ。この瞬間オッドアイズユニコーンの効果でジェントルードの攻撃力分オッドアイズの攻撃力がアップする。オッドアイズペンデュラムドラゴンでスターブベノムフュージョンドラゴンに攻撃、螺旋のストライクバースト。オッドアイズが相手モンスターとバトルするとき戦闘ダメージを2倍にする。リアクションフォース。あー、これが俺のエンタメデュエルだ。